南仏印はカンボジア国の王様ワスモニボン王が崩御を合わせられて4ヶ月、激しく照りつける太陽のもとに常夏の国にふさわしいお葬式が行われました。亡くなられた王様の官女の群れが頭を丸めた可憐な姿を見受けられます。首都プノンペンの大通りを王様の棺は日頃おそば近く使われた官女たちに守られ、カンボジア、アンナン、インドネシアなどいろいろな地方から集まってきた人たちの深い悲しみのうちに、儀仗兵やたくさんの像の行列を連ねてお墓のある大道具の丘へと向かって行きました。